はい、清廉寺湖やってきましたね。ちょっと見てみましょうかね。ダム見えんのかな。もうありましたね、ダムね。左行ったらね、ダムでございます。これね、はい、こっちあるか。ここはダメです。長さが舐めとるで275m あるの、すごいね。高さ8、もう大きいね、これ。これは、いや、すごいね、この大きさ。ちょっと風が強いね。音うるさいけどね。おお、ボートも、ほら、ボートもおります、そこに。ね、ちょっとね、細長い、ね、ダム湖ですけどね、ちょっと変築な数になったかな。水林事故どれぐらい溜まってるじゃん。すごい量やろうね、これ。200m 以上あるんでね。お、監視カメラ。だいぶありますね。みんな変な感じで見てるやろうな。ちょっとね、道が狭いからね、車が大変なことになってます。利用するのが大変かな、これ。どんな大変かは。下手くそすぎるんやわ、こんな運転がよ。あんな広いのに。はい、清廉寺ダム。これで200m ちょっとあるんかね。あの上なんかにあるんだけどね、あそこまでちょっと行かれんな。ダムの本体はちょっとどこからか見られんかね。見られんな、これは。あ、こっち来たらよかったよな。こっちまで来たらな。ここにはダムが見れたんじゃないかい。反対のダム見られんね。じゃあどうしよう。ダムの全体像をちょっと見てみようか。ここから出られへん。ここからね、こうやからね、見られへんねんな。あらあら、全然見られへんな。どっからか見られんのかね、ダム。ダムがちょっと見られまへんな、これは。上上がらなあかんか。
足は冷たいし、手も冷たいし、今日ね、奈良じ、ここは三重なんだもんね。寒いね、全然。ここから見られませんか。あら、見えないわ。これこんな感じやけどね、全体像はちょっと見られへんな。こんな感じですね。見れませんでしたな。上までだいぶあるか。ずいぶんあるな、上まで。上まで上がるのはやめときましょうか。早く右、左上がって右上がる。いや、ちょっと遠すぎるね。この上上がったらいろんなの見えねえよね。はい、もう帰ろう。反対側のダム、反対側みたいやけどね。ズボンが乾かんからね、困ってんねんけど、これ これハーフケット巻いとんねんけどね、下ね、みんなジロイドみたいなね。はい、ここだってよ。だってズボン濡れてね、濡れて洗ったんでね。立ち入りももちろんできんわな。50回入ることもできない。いや、これ高いね、この団子。物高いんだけどね、見られへんの。これ入られへんのかいな。入ってあかんのか、これ。ここまで、あー、見られませんね。残念でございますね。ちょっと入れないんです、そこね。そこは入らせる方は見えんねんけどね、から見られないか。こっから見られんだ。いやー、高いね、これは。こう見えないか、こう。ずーっとぼやけんね、やっぱな。アクリル板がね。いやー、すごいね、この高さ。ずっとこれ降りていけそうやけどね。いやいやいや、これは大きいわ、この段は。これあっちっていうかな、水は出てないけど、水は出してないね。水は出してませんわ。お、下も行けんのか、あれ。いや、あれ工事やな、工事関係者やな。あらら、真っ暗、これ見られ。残念、見れません。アクリル板が曇ってますんでね、見れません。これ、これ何かや。これ利用できるように広くしたの。いや、普通車は利用できるね、これね。さっきの人ちょっとね、うろさわしてたけど、できるよ。これもうね、アクリル板が色がついてね、見ない下がぼやけてもらってるね。高いね、ちらっと見えるよ。うわ、これ高いわ。 100m 以上あるのかね。ものすごい高いですよ、これ。 150m ぐらいあるか。水流してないね、全く。
今やめてくださいって書いてあるね。次は潰しとくんやろな。おここもか、おおここもや。よいしょ。下が見えられない、見れませんでしたね、下がね。48で滝に行く途中だけどね。今ちょっとね、昼食して。あ、これ見えるわ。うわ、高いよ。これ見られるの、これ。おうおう。ちょっとね、これ高いわ。汚れてるから見えるかね、これ。うわぁ、100メーター言われちゃうかも。ここから見えるよ。ここから。ほら、すごい高いんだけどね。これね、水を流してないね、全くね、見えないんだけど。いや、これ高い高い。はい、行きましょうか。なめだって。82m、275m、おー、大きいやな。結構。静電にダムでございました。